ピーター・ケネス下心は、イギリスのレーシングカードライバーで、海一において一勝を挙げている。ヨーロッパ界5戦では2度の年間チャンピオンになっている。1940年2月21日、サリーにて出生。父は、競馬機種であった。1965年から1968年まで、F32 ロータスブラバムシェブロンから出場。 日選手権扱いのレースを含めて4年で9勝を記録した。1969年から1970年までは、会1車両と混走されることもあった、会5戦に出場した。1969年は、ヨーロッパ会5戦イギリス GP を含めて4度の優勝で年間チャンピオンになった。この年は、アメリカ会5戦でも参戦し、1勝を挙げた。 1970年には年間最多勝ちの発祥を記録し、2シーズン連続でヨーロッパ界護戦チャンピオンになった。マクラーレン M19A を狩る下心1970年、マクラーレンの創設者、ブルース・マクラーレンがテスト中の事故で死亡すると、チームはブルース・マクラーレンの後釜として、同チームから介護戦に出場していた下心を指名した。1970年の 第5戦オランダ GP で、下心は、回1にデビューすると、第8戦からは、レギュラードライバーとして出走し、第11戦のカナダ GP で6位に入賞し、1ポイントを獲得した。また、前述の通り、同年のヨーロッパ回5戦では年間チャンピオンになった。翌1971年も、マクラーレンからエントリーしたが、 下心もチームも成績は全く振るわず、第8戦オーストリア GP から BRM へ移籍した。第9戦イタリア GP で下心は初優勝を果たした。このレースはスリップストリームの欧州で26回もラップリーダーが入れ替わり、ゴール時には0.61秒差で5台がゴールになだれ込むという混戦だったが、下心はこれを制した。 優勝平均速度時速 242.616km は当時の新記録で以後32年間にわたり破られることはなかった。2位とのタイム差は0.01秒でしばしば位1史上1位と2位が最も近差のレースとして挙げられる。ただしこのレースのタイム計測は1、100秒単位であり、実際のタイム差は1、 1000秒単位で計測された1986年スペイン GP、2002年アメリカ GP の方が接近していた可能性がある。1972年も BRM からフル参戦するが、年間で6位入賞が1回のみと極端に成績が振るわず、年末にシートを失った。同年、ヨーロッパ界2にも参戦、そのうち1戦で優勝した。その後は、 ヨーロッパ海五戦に戻り活躍するかたわら、1973年の第14戦カナダ GP と1974年の第10戦イギリス GP にスポット参戦するものの、共にリタイアに終わった。下心の F1 参戦はこのレースが最後となった。海五戦へ戻り、1975年までヨーロッパ海五戦に参戦した。海五戦での生涯成績は、 通算21勝2度の年間チャンピオンを獲得した。現役引退後はドライバーのマネジメント業を行った。2011年12月6日、長い闘病の末に永明、71歳を打つ。ありがとうございます。